さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日255回目の今日の表現ですね。Reliable。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。信頼できるということでよろしかったと思います。さあ問題はですね、なぜこのリライアブルが信頼できるという意味につながっていくのか。そのヒントはスペルですよね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、リライアブルをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。もちろんこのあたりでよろしいかと思います。いけそうですね。リライ。そして、よく皆さん、リライとくれば、リライオンという前置詞がつく熟語でありましたね。で、もちろん、リライオン、意味は、何々に頼るというところで、ディペンドオンという表現と同義語ということでよろしかったと思います。ですから、ディペンドオン、リライオン、何々に頼るですよね。ですので、その頼るのリライをイメージしていただきますと、信頼できる。もちろんこの漢字でつなげることができるかと思います。頼る。そう。頼れるということは、その人のことを信頼できるということですね。そのイメージを持っていただきますと定着させるのは難しくないかと思います。どうでしょうか。で、ちなみに、リライアブルですが、こちら ETS が制作いたしました公式問題集トレーニングリーディング編70ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスカープ、こちらにつながるようですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。